世界の鉄道一覧ベルギーの鉄道ベルギーには広範な鉄道路線網が存在する。最初の路線は1835年5月5日にブリュッセルアレベルト駅とメヘレンの間に開業した。これは欧州大陸において公的機関によって運営される最初の鉄道であった。2003年の時点で鉄道網の総延長は 3518km であり、 すべて標準機、うち 2621km が電化されている。ベルギーの電化路線のほとんどは直流3000ボルト架空電車線方式が採用されている。ベルギーから隣国に通ずる4つの高速鉄道路線、フランスへ通ずる LGV1、ドイツ方面へ通ずる LGV2、3、オランダへ通ずる LGV4 が、 交流 25KV で電化されており、ルクセンブルクへ通ずる3つの在来線のうちの2つ、リバージュルクセンブルク国境線と、ラズムーズと呼ばれる、ディナン近くのアンセレンメからラズの南にある、ルクセンブルク国境と、フランス国境を結ぶ16、165、166号線も、また同様である。また、ドイツ方面へ向かう在来線は、ベルギー領内のモースネット高架橋からアーフンまでの、 間に、交流 15KV への切り替えがあり、直流 3KV で電化されている。オランダ方面へは、20号線と12号線が、全線が、エクラッセスエレクトリックと呼ばれ、直流 1.5KV で電化された、調整区域となっている。フランス方面へは、モンス近くのクエビと、シャルルロア近くのイクリーニスジュモントに、切り替え駅がある一方で、 フルネー近郊のフライン駅近くとムクロン駅近くでは路線上で切り替えが行われている。ベルギーでは列車はフランス同様に左側を走行し欧州大陸全体で右側を走行する道路車両とは異なる。国境を越える24号線のみは立体交差を避けるためにドイツ同様に右側通行で運行されている。ベルギー市民、特に若者と高齢者には 道路混雑を解消するために通勤に対して適用されるのと同様に社会的理由により価格面でのインセンティブが付与されている。もしこの価格が80%の場合、ベルギー政府はベルギー国鉄への補助金に上乗せして残りの20%を補填する。2004年よりすべての駅構内と列車内で禁煙となっている。1830年の独立後すぐに、 鉄道か運河かの選択が生じた。当時、水路には大きな欠点が存在していた。主要河川は海へとつながる前に、オランダを横断しており、オランダは独立までベルギーを支配していたからである。鉄道の実現可能性は、技師のピエール・シモンズとグストブでエリダーによって研究された。最初の機関車は、イギリスから輸入され、スティーブンソンによって設計されたものであった。 これらの機関車はそれぞれ、パイル、オラフォント、そして設計者にちなんでスティーブンソンと命名された。これらの機関車は、座席車と乗り合い馬車を牽引した。メヘレンからのキロ、オラフォントは30両まで牽引した。1840年から、ヘント、ブルージュ、オステンド、アントウェルペン、メヘレン、ブリュッセル、ルーベンへと通じた。リエージュ、モンス、コルトレクを結ぶ路線は、 部分的に完成していた。南北、東西の主要な軸がほぼ完成した1843年には民間企業が独自の鉄道システムを構築し運営することが認められた。これらの鉄道は国家の工業化に重要な役割を果たした。1842年、アンキュール勾配の鉄道が開業し、ブルッセルとリエージュが結ばれた。1843年、 ヨーロッパ初の国際鉄道路線として、リエージュ・ケルン間が開業した。1870年、ベルギー政府は8 6 3トルの路線を保有し、民間企業は2 2 3 1トルを運営していた。1870年から1882年にかけて徐々に鉄道の国有化が行われた。1912年の時点では、 786km が国有財産であるのに対し 2570km が民営路線であった。完全国有化が検討されたが、その実行は1926年のベルギー国鉄 SNCB の創設を待たねばならなかった。1958年には路線網はすべて国有財産となった。百三十五年五月五日、ベルギー国鉄は ブリュッセル機体機とアントウェルペン中央駅を結ぶ 44km を手始めに電化を開始した。高速列車が周辺国とベルギーの間で運行されている。ベルギー国内には4本の高速鉄道路線があるが、国内相互の移動に用いることができるのは、LGV2 号線によるブリュッセルリエージュ間のみである。1984年の IC-IR 計画以来、 ベルギー国鉄による路線網の運行はパターンダイヤを基本としている。定期列車は1から4時間ごとに走り、毎自動分に路線上のそれぞれの駅に停車する。首都と主要都市との連絡は平日に30分間隔のサービスやラッシュ時間帯の増便なども行われている。また、週末や祝日よりも平日の方が多くの列車が運行される。 学校休業中には一部の列車が運行されない。一方で他の列車が設定されていることもある。時刻は通常6月と12月の年2回改正される。国際列車高速列車に加えて以下の国際列車が残っている。加えて ICM と同様にブリュッセルとルクセンブルクを結び、さらにストラスブール、スイスまで運行するユーロシティが存在する。 2006年終わりから2008年終わりまでの短期間、モンスの南方、クエビへ向かう IRJ が、アルニー、エイムリス、ホーモント、マウベウゲへ向かうフランス国鉄の列車に接続していた。アントウェルペン、シャルルロアとその近郊では、普通鉄道による地下鉄建設を考慮して、インフラを建設し、暫定的に路面電車に用いられている。しかし、 財政難により地下鉄化は現在議論されていない。また、ベルギー沿岸軌道が、ベルギーの沿岸部をデパンネから、クノックイコールヘイストまで結んでいる。ありがとうございます。